続いては5期生と一緒に歌います。
ごと転びそうになってしまったけれど、隣にあなたはいないの。渚にあふれるカップル、
えてた。見たことない景色が広がる。秘密を修正しながら、いつしか大人になってしまった。過去か未来か、I wanna go ラストリー、時の彼方へラストリー、帰ろう。胸の奥にしまっていたあの頃、I wanna go ラストリー、君はどこにいる。ラストリー、会いたい。ずっと言い忘れたことがあるの。
出ていて子供扱いしないで。ハートのボール転がせば転がんすると思ってるの。女と子供なんかていないわね。ああ、だからって舐めないでほしいのね。でもさ、私たちももう若くないし、そういうの疲れるんだよ。だからやめといた方がいいよ。私たちを好きになると、せーの、やけどするよ。力先に生まれたように、言いたいことは言わせてもらう。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー。カマキリ、カマキリ、カマキリ。Yeah.
いや今日すごい輝いてますよ、うん、いつもだけど本当ウインクが多い多いね本当ありがとうございます多いよ、うん、じゃなんかさどこで抜かれてるか分かんないから、うん、一応したきたいじゃん思い出作りもうバラエティでウインクは絶対できないからさもう見れないの、ね、いや見れないだってワイドなショーとかでさそれは変だけどこの問題は番組選ぼ番組選ぼちょっとじゃあ北原今日は忙しいのに、ね、だからこんなからってなんか卒業生ずらしてるけどさそうだよみんなでりえちゃんだけなんだよねそうりえちゃんだけありがとうりえちゃん来てくれていやいやいやありがとうございますすいませんお邪魔しますみのりえみのりえみのりえご両親が喜びますよそうだよいますからいますからね私の親も来てますからなぜかしーちゃんのお母さんは新体感ライブで見てますからあとよろしくさあということでさっきもね、紹介ありました、はいはい、リエちゃんは、はい、なんかこうよく見る絵面すぎて忘れてたけどそうなのよ1年ぶりに48グループのステージに帰ってきてくれたということ で, いかがでしょうか ありがとうございますお久しぶりですそうなんか自然すぎてリハーサルから、うん、なんか卒業したことを忘れるくらいの自然さだったしなんならこの中で私が今一番やってるからね曲そうだよ、確かにね、りえちゃんが卒業生っぽくないのか私たちが現役っぽくないのかちょうどお互い歩み寄っていいところいい感じですはい、まあそんな感じどうでした歌ってみて、うん、チューズミいやあのね、めっちゃ緊張したするね、はい、ですごく緊張して本番はどうだったかわかんないですけど、うん、今日朝リハーサルした時はりのちゃんに、まあ、現役の頃よりも歌が上手くなったとおいいことどっちの王だろうねおーなのかそれで言うの王の可能性あるしかもやめてから上手くなっちゃったんだねそうそうやめてからね上手くなっちゃって優しいさ結構人の評価厳しいから確かに嬉しいよね、うん、それ出てもらえるでも嬉しかった私もこんなに
ダンスできなかったのに、うん、ノットイエット踊ったんですよ。確かに踊ってたよ。見てた。しかも、うん、ゆうこポジじゃん。ねえ、ちょっと期待しちゃったよね。ゆうこちゃん来るかなーって。やめてあげて。がっかりはしない。やめて差し上げて。がっかりはしないけどさ、ちょっとね、心の中で。だから皆さんを期待させないために一番に抜いてください。なるほどね。最初から会おうやね。オッケーって思う。4番目だったらね。そうそう、4番目だったらもしかしたら来るかな。ブーイングがすごいかもしれない。そんなことないよ。そんなことないですか。そんなことないよ。そんなことないよ。成長しましたね、私たちも。しーちゃん、ダンス成長したよね、ほんとね。これ、でも、これでも成長した方なんですよ、実は。でも結構なんか、うん、できてたよ、今日。え、今日できてた。今日できてた。なんか、足上げる。だって、ミャオさん、モニター見ながらさ、うん、ここは面白パートですかすごい違うよ違うよ真剣だから違う違う、そうでも、本当はすごい、ゆうこちゃんをこう軸に感じたよ、私は。しーちゃん、しーちゃんダンスを見て。ダンス、どうね。でしーちゃんのダンスといえば、うんうん、私サッシーに聞いたことがあって、何しーちゃんのダンスの中で一番気持ち悪いなって思うダンスがあるんだよねっていう話をてか癖が強いから確かに聞いてて、ね、なんか今日はその映像をみんなで見てみようかなと、はい、やっぱりね、だからお母さんも身体感ライブで見て感じてほしい成長のダンスを今の乗ってたダンスを見て、おー、しーちゃん踊れてるってあのとこから成長したんだっていうのはやっぱここで、ね、大勢の皆さんと確認したいと思います。サッシーからリクエストがあったしんちゃんのダンスはですね、純情主義のバックダンサーのダンスを踊るしんちゃんのリハーサル映像をこのため入手しました。どうぞ。リハーサルってデビュー前ってこと？やばいよこれ。え、これもしや誰が持ってた？やばい。めちゃくちゃやだ。出てきた。まずダンスよりぶっかけ。何このフォルムやばいよ、フォルムめっちゃくちゃこれエアロビに通ってる人いるよね、これね。ちょっと待って、何がモザイク率高くない？ねえ、ほんとなんか置いたよねちょっと待って、ここまでだったの私やばいね、全然映ってない。上手になったよやばいフリーポーズすごい。頑張れ。12年前踊ってないもんね、リズムを感じてないもんね。やばい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 、めちゃくちゃやばい。これはデビューできんわ。そうね、あ、もう全然覚えてない。ちょっと待って、しーちゃんは尺長い長い長い、もういいもういい長い長い、大丈夫、届けねキモあー、長かった。いやだ、なんか呪われそう。呪いのビデオじゃないから素晴らしい。でもやっぱこれ見たら今日の週末のデュエット上出来だったってことが分かりますね。成長したんです。はい、ありがとうございます皆さん。すごい。でも一応私いたんだけど、あの映像の中に私も、うん、モザイクかけられてたわ。卒業生だからね。卒業生だからね。肖像権、肖像権、肖像権。ありがとうございます。配慮がありますからね。はい、じゃあしーちゃんのダサいダンスを見たところで次の曲に行きたいと思います。続いてはこちらです。どうぞ。